はい、皆様、ジョニーです。今回なんですけれども、前回もね、紹介しました HK46 なんですが、今回は、ちょっとね、また違ったカスタムをしていこうかなと思います。で、っていうのも、前回ね、HK46 非常に性能高かったんですけども、やっぱり長いので、結構室内性不向きなところが多くて、なんでこれリザーブであったりとか、またラボとかね、ここ狭いマップ、狭い室内性を前提としたマップの時に、役立つカスタム、まあ、単勝カスタムを、ちょっとね、今回作っていこうかなというふうに思います。で、まあ、できてるんですけれども、それが、こちらになります。こちらが、HK416 の単勝カスタムになります。お値段だいたいこれが普通に店で買ったそのままの HK に、28万円プラスなんで、まあ、合計で30万ちょっとかなと。まあ、ただドラムマガジンついてるんでね、かなりお得なんじゃないかなと。で、エルゴノミクスは64の、垂直感度67、水平ハンド178と、ちょっとね、ハンド大きいんですけれども、まあ、若干一回打ってみましょうか。はい。で、こちらですね。持ってきました。やっぱりね、こう、単勝ってだけあって、こういうところでもね、こう、ちゃんと打てるっていうのは大きいですよね。こういうところ本来打てないんで、だいたいこのぐらいかな？このぐらいでもまだギリギリ打てるんで。これはやっぱすごい大きいんじゃないかなと思います。で、気になる反動なんですけど、よいしょ。まあ、しゃがんだらこんな感じですね。立ってたら、こんな感じ。ちょっと制御むずいかなって感じなんですけど、初段さえ落としちゃえばしっかりと。しっかり初段さえ落としちゃえば、まっすぐ飛ぶかなというような感じです。はい。ということでね、反動としてもそこまで無茶な数字じゃないっていうのがね、伝わったと思うんですけどもね、今回はこちらの HK416、単勝カスタム使って、地下でね、インファイトの特訓していこうかなというふうに思います。ということで、どうぞ！毎日15時から18時、見るために配信中、みんな絶対見てくれよな。こうか。こいつナイフで果敢に挑んできた。もうあれか。だから、もう次死に戻りさせてくれってことか。殺して、殺してってやつだよ、多分これ。いわゆる。殺してくれってやつや。まあけど結構、まあ現状だと正直何もわからないけど、AR 短くなった分ね、かなり戦いやすくはあるんじゃないかなという説は、ある。危な！え？なにこいつ？フェイントの魔術師かよ。危な。お前、テックすぎだろ。なにメンタリストとかやってた？元、昔。昔メンタリストとかやってた？なんかすげえ本棚があるところで YouTube とかやってる？ただピークしてきただけで、こんなに相手のことが思い浮かぶなんて、なんて素晴らしいゲームなんだろう、このゲーム。どこ行った？上に上がったか？曲げちった。くそ、俺メンタリストなれなかった。笑った。マジ？マジ？
おるかねー。錦部屋行きますか、このまま。お、ライトついてる、ライトついてるね、これ。いるじゃん。ぶなー、マジで。え、ガチ危ねえ。危なっ。多分あれ PMC じゃないという判断。あ、いるね。超置いてんじゃん。あー、なるほど。レイダーさんでしたか。レイダーさんご一行でしたか。大変失礼いたしました。よいしょ。おお、いいもの持ってんだ、結構。で、いるか。この裏いるね。ふねー、PMC か。ふな、お前どっから来た。やばい、無限にして、無限にアイテム来る。無限にアイテム来るから無限に漁らないといけない、俺。無限漁り地獄発生してる。いや、もう帰るか。ちょっとわかんねえな。帰ろう。プレパーはレベル2じゃなくてレベル3になっちゃったんです、ケース確か。弱体化入って。オーケー、オーケー、ナイス、インジ、ナイスバック。おおあー、ユーセク一人やってるね。あー、最初のやつか。あー、あれユーセクだったんだ。俺普通になんか PMC だと思ってそのまま放置しちゃった。この先行ってはると思うんだよな、俺。あ、行ってはるね。スカブ撃たなかったな。うん、一人はやったね。
追いかけてこないから死んだのか、下のやつは。いっぱいいるね。ただ俺逃げないって決めてるからさ、絶対戦うって決めてるから。多分3人いるね。うわ、無理か。もう一人行ったと思った今。くっそー、ダメか。いや、今の行ってなかったか。うわ、今行ったと思ったんだけどな。はい、ということでいかがだったでしょうか。干渉カスタム、かなりインファイト強くなったんじゃないかなと思います。前回のね、やつだとやっぱりこう遠距離であったりとかね、ロングリーンで戦う時はかなり強かったんですけど、やっぱりこう近距離はだいぶ弱かったと思うんですよ。特にドアを挟んでとか。今回これ、まあ、多電マガジンも、まあ、エルゴノミクスがあって多電マガジンつけれるってのもあって、結構1対1クロスファイアでガンガンガン狭いところでパパパパ撃ち合うってことができるので、かなり HK416 のカスタムの中ではありなんじゃないかなと。まあ、なんか HK416C みたいなイメージの、デザインでちょっと今回ね、カスタムしてみました。ということで、面白かった方は、参考になったって方はね、チャンネル登録、高評価の方でよろしくお願いします。またね、こんなことしてほしいって方はね、ぜひぜひコメントの方に書いてください。初心者解説とかもね、まあ、僕自身も初心者なんですけども、いろいろ教えられることはあると思うので教えていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。you